こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。昨今、軍事世界ランキングならぬものが発表。米国から見た見解になる。その中で、日本はそこまで高くない評価となっている。ま、それはそうですよね。だって、防衛力だけに注力している防衛隊なんですから。世界のトップ3はわかる。米国、ロと続き中国となる。ビッグ3だろう。大国3つに次いで印となる。当然の結果かな。その次なんと、5位に日本とは上位すぎるのでは。と感じたが、潜水艦は世界でもトップクラスだ。なんと次で、韓国が6位となっている。これになんだが批判を感じるが、それでも意外な上位と言うべきだろう。お隣では、またもや、グソミアを破棄と言い出している。かと思ったら、通貨スワップを結ぶべきなども言い出す。自分の都合のいいように展開しているが、もう、米国の後押しを失った韓国には、この後、壮大な出来事が待っているとは。では、世界軍事ランキングの詳細を少し詳しく話していこう。各国の総合的な軍事力をランク付けして公表しているのが、アメリカのグローバルファイアパワーによる評価だが、最新の2020年分では、日本が5位、韓国が6位だとする結果が報じられた。ちなみに、1位はアメリカ、2位はロシア、3位は中国、4位はインドとなっており、これらに続くのが、日本と韓国という順番であり、この順位に、韓国からは承服できないとする声も聞こえてきている。さらに、7位はフランス、8位はイギリス、9位はエジプト、10位はブラジルと続き、日本や韓国がフランスを上回る順位となったことも、アジア地域の軍事力が相対的に上昇していることを示していると言えるだろう。それでも、国の経済的規模や人口から考えれば、韓国の6位は十分強力に感じられるのだがが、とかく、彼の国では、日本より順位が下だとされていることにどうしても、我慢ができかねるらしい。このグローバルファイアパワーによるランキング、核兵器も考慮したものだとされているので、日本からしてみれば、フランスやイギリスなどの核保有国より、上位というのは、むしろ過大評価とも感じられる。折しも、2020年3月末、公海上で、日本の護衛艦に、中国の漁船が衝突し損害を、被る事態が発生し、今後、中国の出方以下によっては日本側からの映像などの証拠が提示される流れとなるのかもしれない。日本の護衛艦は、船体に穴が開いた様子だが、こうした昨今の軍艦の脆弱さは、先の軍事力ランキングでは、なかなか測ることが困難とも感じられ、非対称な相手との対応力も課題となってくると思われる。
そもそも中東ではアメリカも駆逐艦を同様の非対称な攻撃によって危うく失いかけたケースがあり、最新の水上艦や航空機、巡航ミサイルなどでなくとも、これらが危機に瀕する事態は多発してきている。そうなると、高価な水上艦の存在意義そのものも問われることになり、実際にこうしたケースに懲りたアメリカ軍は、駆逐艦より小型のフリゲート艦などを沿岸部に配置する方針に転換してきている。さて、韓国に再び着目してみると、同民族ではあるも、現在でも公式には、休戦中なだけであり、戦争状態を継続中である北朝鮮を地理的に、すぐ上に抱えるという困難な状態に置かれている。しかし、大陸の外れの半島国家であり、日本側から見れば、北朝鮮を仮想敵国とする上では、使い道がないとしか、感じらない軍備を行っていることが、どうしてもキーに移ってしまう。一例を挙げれば、島山安正弘級潜水艦であり、この艦は、一番艦で、水中排水量が3705トンもあり、さらに最終的には4000トンとなると予想されている上に、攻撃型潜水艦にもかかわらず VLS を搭載している。VLS の時点で危うい匂いが充満している潜水艦だが、加えて、これを原子力推進型に持っていきたいとする思惑も、取り沙汰されており、どうしてそこまでを考えるのかには、首をかしげるばかりだ。そもそも、この潜水艦を建造するベースとしたのはドイツ製の、燃料電池搭載型の艦であり、その素地もドイツのニーズに適した沿岸部での行動に重点を置いた比較的小型な潜水艦だったはずだ。また韓国は中国や北朝鮮からの反発を考慮してか、航空母艦や強襲揚陸艦とは呼ばずに、自国内で大型輸送艦と呼称する艦艇の建造をも推進しようとしている。事実上の軽空母であることを目指したこの大型輸送艦は、 F-35B のような短距離離陸垂直着陸の戦闘機を艦載機として運用することを志向している様子で、これもまた、韓国には不似合いな艦だろう。今後、かつてのような大掛かりな揚陸作戦が行われる可能性が極めて低いことを考えれば、中国や北朝鮮を刺激することは避けつつ、日本の護衛艦、出雲や加賀に対抗したいと考えているとしか思えない。しかし、そんな形で一方的に日本を意識、敵視する韓国だが、日本よりも先を進んでいる分野があることを改めて自覚した方が良いのではないかと、老婆心ながら思う点がある。いささか逆説的ではあるが、これこそが武器輸出に関してであり、これまで制約が多い上に、他国への武器の売り込みのノウハウのない日本より、
その点に関しては、強みがあると自信を持って叱るべきだろう。仮にも、インドネシアに対しては、戦闘機、潜水艦という主力兵器の契約を取り付けた実績があるのだから、その契約が破棄されぬよう注力すべきではないのかと感じられてならない。せっかく得ていたはずのこれらの契約が、戦闘機はアメリカ、潜水艦はトルコに奪われそうになっている現状を見るにつけ、国内でいらぬ兵器の開発に力を注がずとも良さそうなものだと映る。しかし、近年は、ことに、中国寄りの姿勢が目につく韓国が、このままの路線を、歩み続けるならば、本当に、日本が仮想敵とする時代が、遠からず訪れるのかもしれない。